死にたくなるような世の中やめたいんですよ。生きててよかったって思える社会にしようよ。だったらそれができるのが政治ですよ。さようなら。さようなら。下がってください。下がって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 消費税上げるつもりだったけれども、経済状況や人々の生活を見ればとてもじゃないけど消費税は上げるどころじゃないと。今は減税以外ないじゃないかって私野党に言ってほしいんですよ。救ってほしいんですよ人々。これまでずっと頑張ってきた、でもこっからさらに頑張れって言うのかって無理ですよ。頑張るべきはあなたじゃない、頑張るべきは政治なんだってことだと思いません？他県もクビになって、住まいも失って路上に出た人いっぱい会いましたよ。この1年で25年のデフレ、そこから脱却できず社会が壊された後にこの国に生きる一人一人から自信を奪っていった。なんとかこれを守ろう、今を守ろうとして会社に使い潰され、仕事に潰され、心を病んで社会復帰も難しくなった人たちもいますよ。なんだこの地獄、誰が作ったんだよ。政治ですよ。この政治は変えられる。この国のオーナーはあなただから、あなたがこの国で困ってる人たちを助けられる主役なんですよ。力貸してほしい、その力を集めたい、その先頭に立ちたい、そう思って旗揚げしたのが令和新選組です。生半可な気持ちで政治なんて言ってない、黙ってられなくなったんですよ。クソみたいな自分でもクソみたいな社会をそのまま放置しとくこと許せなかったんですよ。3議席ということで衆議院に獲得しました。これは全て、ボランティアの皆さん、横に広げてくださった皆さん、そのお力です。行ってきます。行ってきます。私山本太郎は衆議院議員を辞職、参議院選挙に出馬いたします。この参議院選挙が終わった後に選挙がないという期間が3年間続きます。当然権力暴走しますよ。それを考えた時に自分は議員バッジつけたままあぐらかけるかって言ったら無理ですよ。外すに決まってる。でこの選挙に出るに決まってる。党勢拡大してガチで言論でしばきに行きますよ、少年の腐った奴らを。そのために選挙に挑むんですよ。私たちの目標は国会議員になることじゃない、そして国会議員で居続けることが目標じゃない、あくまでも手段。私たちがやりたいことはこの国の崩壊の加速を食い止めたいこと、そしてこの国に本当に人間の尊厳が守れるような経済的安定を、政治が行うべき仕事をやらせたいだけなんですよ。その先頭に立たせてほしい。議席を取って終わりじゃないですよ、こっからなんですよ。しっかりと務め上げなければいけない6年なんですね。逆に言えばこの6年でケリつけてやりたい。全国に地方の議席、これを伸ばしながら中規模の政党になって、野党にガチンコの喧嘩が当たり前のような状況を令和新選組中心になっていきながら前に進めていきたいと思ってます。串渕真理、大石晃子を共同代表にしようと、それで決定でございます。あなたに素敵に聞かれました議員をご紹介いたします。大島幸男君。はい、地方選挙を終えて皆様にご報告をさせていただきたいと思います。令和新選組は公認39名、推薦8名、合わせて47名の議席獲得となりました。新たな仲間たちを全国の地方議会に送り出すことができた、その意義は大変大きいものと受け止めています。
壇上で、これを掲げたっていうことがどういう意図かっていうふうにお聞きいただいたと思います。もっと本気で戦う野党の復活をということを求めています。苦しんでいる国民を切り捨てて、このような法案をガンガンに通そうとしているということに、私たち野党が何ができるかと、私のやったことは一つの投げかけです。もっと体張って戦う野党必要じゃないですかっていうこと、厳重注意であると。本当に今国民の窮状を変えたいと思って、一国会議員として行動したときに、与党と野党が何をやってくるのかということを可視化して、まず国民の皆さんにお見せするということが、私の最大限できることなのかなと思います。渕真理君を懲罰委員会に付するの論議が提出されております。まず5月18日の壇上における行為について、議場の皆様にお詫びをいたします。議会のルールや秩序も重要ですが、本当に答えるべき国民の信託であるとの意識を呼び覚まし、戦う野党の復活、そのことに少しでもつながるものではないか、こうした考えに基づく行動でありました。委員、渋谷真理君に対し懲罰を宣告いたします。5日間の登院停止を命ずる。登院停止10日間という重い懲罰が下りました。粛々と悪法が通っていく今の国会において何ができるか、その思いで掲げたのがあのプラカードであり、そして一番言いたかったことは、戦う野党の復活を求めます。前議場における議員の皆さんに呼びかけた真意でありました。次の選挙でも人数増やすしかない、少なくとも倍にはしなきゃいけないだろうなと思ってます。この短期間の間に社会を変えるってことをやっぱり前に進めていかなきゃいけない、国会内国会外っていうことをつないでいくための、これまで考えたこともなかったっていう人たちに対してノックをしていけるっていうのは、私たちはかなりハードル低くやっていくっていう自信があるので、そういうところでもやっていきたいと思ってます。日本国内で政治に対して声を上げるってこと自体がハードル高いじゃないですか。でもその入り口、ハードル一番低いのは本当はデモのはずなんですよ。政治に関して、考えたり感じたりっていうことのハードルをまず下げていくっていうことが、私たちのデモの特徴になればいいなって私は勝手に思ってます。全国的に展開していきたいなと思います。はい、というわけで令和新選組代表山本太郎です。よろしくお願いします。ありがとうございます。先ほどですね、原爆ドームから出発して広島市内を皆さんと一緒に、デモさせていただきました。増税ダメ絶対ということでですね、
もう今みたいな社会状況の中で社会保険料を上げるとか、増税するってことになっちゃったら、これさらに不況が深まっちゃうんですね。絶対やっちゃいけないってことをですね、多くの方々に減税しろということは普通に言っていいということを身近に感じていただくためにも、これ全国回ってやっておりますというわけで、今日は広島でした。で、先ほどのデモに参加していた方ってどれぐらいいらっしゃいます？ありがとうございます。ちなみにその逆、参加しなかった方どれぐらいいらっしゃいます？ありがとうございます。これなんで両方聞くかって言ったら、片方だけ聞いても分かんないんですよ。あ、ほとんどの人が来てたんだなって最初思ったんですけど、来てない人って手を挙げたらそこそこ来てらっしゃらないっていうね。だから両方聞いたんです。すいません。来てない方、デモには参加できなかったけど、この場に来ていただいた方、ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。これからですね、皆さんからご質問を受けて、山本がそれに対してお答えをしていくということをやっていきたいと思います。でですね、今日マスコミ来てない。今日はマスコミの方は来てらっしゃらないみたいなので、皆さんにマイクを回していくってことをもう冒頭からしていきたいと思うんですが、ですね、それを始める前にちょっと聞いとこうかな。今日この場に来ていらっしゃる皆さんが、令和新選組の支持をしているわけではないと、そういう方いらっしゃいます？あと、令和の政策そんなに知らない、そういう方はどれくらいいらっしゃいますか？今の2つに該当する人、勇気を持って手を挙げていただければ。ありがとうございます。10名ぐらいいらっしゃるかな。ありがとうございます。おそらくですね、支持、こういう箱の中でやるときには結構支持者の方がほとんどを占めるみたいなことが多いんですけれども、それ以外の方に来ていただけるっていうのは非常に意味のあることでして、勇気を持って足を運んでいただいてありがとうございます。で、ここからなんですけど、令和のこと何でも知ってんだって方も言っていらっしゃると思うんです。で、そういう方と私とのやり取りになると、分かった者同士の話になっちゃうんですね。で、初めての方々が置いていかれる可能性があるので、できる限り、令和マニアの人も私も、初めての方にも理解できるようにやり取りができればなというふうに思ってます。よろしくお願いします。ちなみになんですけど、今日ですね、90分ぐらいの予定を考えてるんですが、90分の予定の中で、マイクを握って話したいんだって方はどれぐらいいらっしゃいます？いいんですよ、遠慮しなくて。どれぐらいいらっしゃいます？スタッフ大丈夫ですか？反応してますか？人数数えてるとか誰か知ってるかな？手を挙げてくださいね。今日何かしら発言をしたいって方、何人ぐらいいらっしゃいますか？18人下ろしてください。ありがとうございます。できれば18人全員にマイクが回るようなことになった方が多分いいと思うんですよ。で、18人全員に発言をいただこうと思うと、皆さんの、発言していただく時間をちょっと制約させていただく。で、私自身の、答弁も最長で2分を目指すぐらいの感じでやった方がいいと思うんです。つまりは何かって言ったら、普段は1分間でマイク握ってくださいって言ってるんですけど、10秒で質問まで言ってくださいと。10秒なんて無理、何を聞けというんだ10秒でって方もいらっしゃるんですけど、一回やってみます。憲法改正についてどう考えてますか？4秒。消費税を廃止するって言ってるけど、財源は？7秒かかってないです。このような形でご挨拶とか一切いりません。そのまま質問に行っていただくっていう形で、10秒でもマイク握るんだって方はどれぐらいいらっしゃいます？いいんですよ、さっき上げなかったけど今上げるでも結構です。いいんですよ、増えてもいいんです。どれぐらいいらっしゃるかちょっと手を挙げてください。で、今、手を挙げてる方々に確実にマイクが渡るように、今スタッフがですね、写真を撮っております。この写真は表には出ません。マイクを渡すときに、参考にさせていただくということですが、手を挙げていてくださいね。まだ、ありがとうございます、ご協力ください。多分さっきよりも増えてるよ。さっき最初上げなかったけど次上げたってどういうことやねんやろなみたいな、なんかムクムクと湧き上がってきたんでしょうね、マイクを握りたいという感情が。ありがとうございます。大丈夫？大丈夫ですか？20人ぐらいかな、大体っていう感じだと思います。写真には撮れてるので、その方に回っていくと。で、私からは当てません。私から当てないので、手を挙げていただいた方にマイクを渡す人が、順番にというよりもアトランダムに
なんだ結局時間いっぱいまでで、この左、この半分しかマイク握ってないじゃないかってことにならないように、あっち行ったりこっち行ったりってことをやっていくというような形でやっていきたいと思います。で、これがですね90分で収まれば、お帰りの際に山本太郎と一緒にツーショット写真を撮っていただくと、まあそれ一体誰が得するんですかっていうような、素朴な疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんけど、今日という日の記念です。90分で終わればそこまでいけるというようなこともありますので、質問されない方もですね、ぜひあのお土産として、何かの話のネタとして写真を撮って書いていただければというふうに思います。じゃあというわけで早速始めていきましょうかね。じゃあマイク順番に回していきますので、それではよろしくお願いします。はい、北の抑止も大切だと思いますが、国会議員権力者の抑止も大切だと思ってます。国家賠償法についてどのようにお考えですか？国家賠償法の何に関してでしょうか？国家賠償法の1条についてどのようにお考えか知りたいです。ちょっと待ってくださいね。国家賠償法の1条と言われても今つまびらかに私が暗唱できるわけではないので、国家賠償法1条というものをちょっと検索して見てみましょうか。読めます。読んでもいいですか？いや、こちらで読みます。はい、はい、ちょっと待ちくださいね。国家賠償法の1条、国家賠償法の1条をよく知ってるって方この中いらっしゃいますか？あ、ちょうどよかった、ありがとうございます。はい、読みます。国または公共団体の公権力の行使にあたる公務員がその職務を行うについて故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときには、国または公共団体がこれを賠償する責任にずると。第2項、前項の場合において公務員に故意または重大な過失があったときには、国または公共団体はその公務員に対して求償権を有するということですね。まあ、なんか公務員がやらかしたときには、そのケツはその所属団体が吹けと、地方公共団体だったり国が。でそれに対して、代わりに国が、地方団体が払った場合には、それに関して、国やその行政側がその公務員に対してそれを求めることができると。これについてどう思うかって必要なんじゃないですか？ちょ、ごめんなさい、質問の意図がちょっとよくわからないので、ちょっとあのもうちょっと踏み込んで、お話してもらえます？じゃあ追加で10秒。すいません。国家賠償法を多くの人が知ることによって、その国会議員の方や市議さん、市長さん、副市長さんの権力を抑止することができると考えていて、で太郎さんはそれについてどのように感じていますかという質問でした。すいません、ありがとうございます。ミソがあるんですよ。何かと言ったら違法ってあったでしょ。違法の場合にはそれを求めることができるという話なんですけど、国会がルール作るんですよね。つまり何かって言ったら、違法にならないように法改正して前に進めるっていうことをずっとやってきてるんですよ。そこが問題なんです。はい、なので違法でなければいいんです。だから法変えりゃいいじゃねえかってことでやり続けてると、ここが一番問題あるところなのかなっていうふうに思います。なので、例えばですけど、倫理としてどうなのかとか分かりませんけどね、そういう角度からもいろいろ審査するような枠組みとかがあった方がいいのかなっていうふうに思います。ありがとうございます。さあ、というわけでいかがでしょうか？他、あ、違う、やり方間違えた。どんどんマイク回っていきます。すいません。憲法の職業選択の自由について太郎さんはどう思うのかと、あと今日デモに出て一つあった方がいいのが、立憲目を覚ませというのをフレーズに入れたらどうでしょうか。立憲目を覚ませ以上です。ありがとうございます。個人的には、立憲の執行部であったりとか国会運営っていう部分に非常に違和感を持っているものです、私自身。でも一般的に立憲目を覚ませって言ったってほとんど興味がない話題かもしれませんね、はっきり言っちゃったら。何の話だろう、はてなって思っちゃうこともあるかもしれないので、おそらくその立憲目を覚ませにこう何か付随する何かも必要になってくるかもしれません。例えば目覚ましてほしい場所どんなとこありますかね。数々あるかもしれませんけれども、立憲目覚ましてほしい、
いや、通る、なんか通る議員はもう通りそうなんだけど、もうなんか通りそうにないようななんか議員はなんかなんかうやうやみたいな考え方、もう通りそうな議員はもう楽な感じで、なんか若手とか通りそうにないような1期とか2期とかそういうのはもうなんか自分のあれだけ自分の何ことだけみたいな感じに思うんですが。ありがとうございます。私の印象としては結構若手の人たちは柔軟な考え方っていうか、柔軟な考え方の中には選挙に勝ちたいっていう思いも含まれてるのかもしれないけど、柔軟な考え方っていうのは特に何かって言ったら経済問題、減税するべきだとか、意外とこう共通点があるわけですよ。向かう社会像だっていうような部分にも、ちょっとクロスする場所が結構あるのかなっていうふうに思ったりもします。一方でどんなことがあっても、例えばですけれども、いくら立憲民主党に対して、逆風、民主党に対して逆風だとしても、その反対、例えばですけれども、消費税はちゃんと増税していかなきゃいけないんだみたいな考え方、逆に言ったら、民主党政権で増税を確かなものにしていったような者たち、消費税は上げませんってことで消費税は数年間上げないってことを約束して立憲民主党、政権を取りましたけど、その中で裏切って、三党合意で消費税を前に進めるっていうようなことを、決めた者、そしてそれを誇りに思ってる者たちはこれ選挙むっちゃ強いんですよ。困ったもんですね。いや困ったなと思いますよ。野党第一党の経済政策がもっと踏み込んでなきゃいけないものなのに、何かこう財政規律がとか、まあ、もちろんそれを重要視する理由っていうかね、気持ちはわかるけれど、けれども今それじゃないだろうって、今社会にお金回していかなきゃいけないんだから、みんなの負担を減らしてってことをやらなきゃ倒れていくよっていうことなのに、いやいや消費税はこれはもう下げることも間違いだったぐらいの感じの人たち、下げるというなんて何を言ってんだと、それは間違いだっていうようなことを言い出しそうな人たちはむちゃくちゃ選挙に強いんですよ。野田さんとかね、困ったもんですね。はい、というわけで、もう一つありましたね、職業選択の自由。職業選択の自由ってどういうことかってことですけれども、これは22条第1項で、何人も公共の福祉に反しない限り居住移転及び職業選択の自由を有すると書いてあるんですね。だから例えばですけど、2世議員とかですね、よく何かこうなんだろう、悪いものの対象として語られるじゃないですか。でもその2世って言われてるものも自分で職業を選ぶ自由があるんですよね。まあ事実上自由はなかったかもしれない。親の地盤を、もう強制的に継がされて、ファミリービジネスとしてちゃんとお前もその間をつなげということで政治家をやってる人もいるかもしれないけど、でそういう者たちに対して何やってんだと、やっぱりダメだな2世はとかっていうような意見は多いんですけど、私的にはその世襲議員というものは禁止しろってよく、求められることはあるんですけど、私それには反対なんです。どうしてかって言ったらこれがあるから。職業選択の自由があるわけでしょ。だとしたらその人がどの職業に就こうとする、選択する、それを目指すっていうのはもうそれぞれの自由になるんだから。でも政治家になるためには、国会議員のバッジつけるためには、選挙で選ばれなきゃダメなわけですよね。つまり何かって言ったら、受からせることも落とすことも、これは有権者の側に委ねられていることだというふうに思います。すいません。職業選択の自由について何か、聞きたかったこととずれてますか？何かあったんでしょうか？いや、別に職業選択で親はこれにせえとか言ったらそれにつかなくていいとか、別に何もせんにしても自分に適した職業がなかった場合、今はいい、別に職業につかなくてもいいみたいな感じなのが、ちょっとネットでこうさーっと携帯に流れてきたもんで、急遽今日言ってみたんですけど、まあ、おそらくですね、自分は絶対にこの職業を向いてるとか、この仕事がやりたいんだっていう仕事につけてる人って多数ではないとは思うんですけどね。おそらくこれは自分の生活をするためであって、もちろんその中にやりがいを見出しながらやっていってるんでしょうけれど、逆に言ったらこう自分でこの仕事っていうふうに絶対これ譲れないみたいなことでやれてる人たちはラッキーだと思うんですけど、でも基本的には
どの人も何人も、自分自身の職業を自由に選べるということがベースにあるということが重要なんだろうというふうに思います。ありがとうございます。次の方どうぞ。はい、ありがとうございます。権力者や富裕者層がこれ以上ちょっと好きにされるのは憤りを感じておりまして、やはり大手企業に関しては、累進課税で法人税をしっかり払っていただく。で、あと宗教法人に関しては副業以外の所属に関しても献金であったりそういったところにしっかりと、法人、所得税をかけていってほしいと思ってますが、なかなかちょっと代表9月2日の北海道のおしゃべり会とか見てもなかなかこういう宗教的なところにあまり踏み込まれなさそうなんですけれども、そのあたりの見解をお聞きしたいと思います。ありがとうございます。財源がないというような前提に立つならば、もちろん幅広くその財源は求めていかなければならないと思います。一方で財源がないのかって言ったら財源はあるんですよ。で、財源って何なんですかってたときに、これは税金ってみんなが思い浮かべるもの。じゃあそれだけですか？違いますよって。国が通貨を発行する、いわゆる国債発行、つまりはこれが財源なんだってことなんです。そう、じゃあ税って何のためにあるんですかってことなんですけど、国がお金を通貨を発行できる権力を持ってる。だから皆さんの財布の中に入ってるお金、家で隠してるお金、全部このお金国が作ったものなんですよね、元は。で、お金じゃあ国がいくらでも作れるのかって言ったらそうじゃないんですよ。要は悪いインフレになるぐらいまでお金を増やしちゃダメなんです。無尽蔵にお金を増やしちゃダメなんです。つまり何かって言ったら、増えすぎたお金は減らさなきゃダメなんです。つまりは経済が安定するようにお金が増えすぎたりお金が減らしすぎたりしちゃダメなんです。それをコントロールするのが経済政策なんですよ。お金が回っていませんという状況は不況って呼びますよね。社会にお金が回ってません、不況です。社会にお金が回らなかったらどうなるかって言ったら、みんなも物をなかなか買えない。だって給料が少ないんだから、物を買える力が弱まってる。その状態で物は売れない。そしたら事業者も売り上げを減らす。事業者も売り上げを減らせば給料は減り、そして、従業員も首を切られる。これ30年続いてるんです、日本は。社会にお金が回ってないってことは不況なんです。じゃあここをどうしますかって話なんですけど、社会にお金が回ってないときには国がお金を新たに作り出す、通貨を発行する力があるから、例えば皆さんに減税をしたり給付金を出したり社会保障の減免したり、いろんな政策で社会にお金が回っていくように、皆さんの持っているお金が増えるように、使えるお金を増やしていく、お金を増やしたり、で、そういうことをずっといろんなことをやっていくとお金の量が増えていきますよね。お金を増やしすぎたらダメだから間引くんですよ。増えすぎたものを減らしていく作業も一方で必要なんですね。じゃあそういった時にどういうふうにしますかってことなんですけど、儲かってるところ、まずは儲かってるところから溢れているお金を間引かしてもらう、これが税なんです。社会にお金が回ってません、じゃあ国がお金を突き出します。突き出しまくったら増えていきます、溢れ出ます。溢れ出る前に間引いていく、これが徴税なんです、税金。そういった意味で先ほどの方が言われた通り、例えば法人大企業とかは今もう過去最高益なんですよ。だとしたらまず最初に誰から取りますかって言ったら、どうしてわざわざみんなの消費税上げんの。今むっちゃ儲かってる人だからまず間引けばいいやん。溢れているお金を安定的に溢れすぎない状態になるまで間引くっていうのは、もちろんむっちゃ儲かってる、むっちゃ儲かってる、むっちゃ持ってるっていうところを優先的にやっていくんですよ。そのためには当然今言われた通り法人税の累進税化だったり、社会保険料っていうものもよりこれは累進税を強めていく、そういったことも当然必要なんですね。で、宗教って話がありましたけれども、あくまでも税というものは先ほど言った通り社会に回っているお金の量をコントロールするための調整手段、景気の調整手段なので、
より取っていかなきゃいけないという状況になる場合には、要は増やしすぎたから、より間引かなきゃいけないという状況になったときに、これは当然検討の材料には出てくる可能性はあると思います。今から宣言するっていうほどのものじゃないだろうなって思ってます。検討の中にあったとしても、目的は何なのかってことです。目的は何かって言ったら、宗教に対する嫌がらせじゃないですよね。いや、もちろん悪いことやってる宗教は、これはもう解散してもらったりとかしなきゃダメなんですよ。けども、大方の宗教は真面目に、世界が平和であるように手を合わせてるわけですよね。人々の心に安寧が訪れるようにってことで、手を合わせてる真面目な宗教がほとんどなわけだから、それ以外の、ある意味でこの国を壊していくような、家族を壊したりとか搾取していくような宗教は、もちろんこれは残念ながら解散してもらうっていうような方向していかなきゃいけないけど、今お話しされているベースっていうのは、財源がないんだったら当然その財源となるべきところを見つけていかなきゃいけないだろうというご趣旨だと思うんです。そう考えるとするならば、今私が言った通り、そして、質問された方も言われた通り、まずはあるとこから飛んだろ、当然のことだと思います。それでもまだ社会にお金が溢れてるという状態でさらに間引かなきゃいけないんだったら、当然そこも視野に入っていくっていうか、それは除外されるものではないだろうという考えです。ありがとうございます。次の方どうぞ。はい、万年保育士不足で万年賃金が低い保育園から来ました。今保育園現場では子どもたちにもう一人保育士をという運動を全国的にやっています。令和新選組も山本太郎さんもぜひこの運動に賛同していただきたいと思います。ありがとうございます。もう超絶人手不足であるということですね。で、子どもたちにもう一人保育しようってことですけど、園自体では本当は何人必要なんですか。無理のない運営をしていって、子どもたちもちゃんと面倒が見れてっていう状態を担保するためには、今1歳児6人に対して1人の保育士です。やはり1歳児6人を1人で見るのは難しく、5人に1人、そのようなふうに考えていくと、園に 今5人から10人増やしても全然人が多すぎるということはないと思います。ちょっと今の聞きましたか。1人の大人で0歳児1歳児1歳を6人見なきゃダメなんですか。無理ですよそんなの。一人見んのも大変やのにっていう状態ですね。それ6人を一人で見なきゃいけないっていう地獄の現場から今日はお越しいただいたってことですね。ありがとうございます。おっしゃってる通りに今、まあ、どれぐらいの規模の園かはということは、どれぐらいの規模の園かちょっと教えてもらっていいですか。今の規模は、160人ぐらいです。0歳児から、2歳児までの 3歳未満児が60人、それ以下が あと60人ぐらいの、60人から70人ぐらいです。職員何人体制ですか。ざっくりでも大丈夫ですよ。4時間とか勤務時間が短い職員もいますので、50人近くいますが、それでも足りません。給食も合わせてですけど、はい、うわー、もう戦場ですね。ありがとうございます。まあ、今お話しいただいたのはパートタイムだったりっていう人も含めた上で、給食の人も入れて50人ぐらいを、要するといいますか、そういう保育園で、すごいな、0、2歳児が60人いて、全体的に160人だと、それを50人ぐらいの人たちで回していかなきゃいけないっていう状況の中で、少なくとも5人から10人、これちょっと遠慮気味におそらくおっしゃってますよね。5人から10人は増やさなきゃいけないっていう現場の声は確かに受け取りました。まあ、とにかくその保育であったり、もちろん介護であったりっていうのは、とにかく人が集まらないと、ものすごくセンシティブな仕事、命預かる仕事なのに、それに、等しいというか、その仕事に見合った処遇がなかなか手に入りづらい、資格はある、命に向き合う仕事だけれどもそういう状態だと、全産業平均で100万円ぐらい低い、これで現場で働けっていうのは、本当に現場の人たちの良心で支えられているっていう現場であると。だからここに対してさっさと金出せなんですよ。ものすごくシンプルな話で、賃金が上がっていく経済を作っていきますみたいなこと言うわけですよね。賃金が上がるような経済作っていきますって言うんだけど、
だったらさっさと上げるしかないんですよ、賃金。で、保育士も介護士も看護師も直接的もしくは間接的に国がその給与処遇に関して関われる話なんですね。どうして上げないの、少子化でしょ、高齢化でしょって、社会問題ど真ん中で処遇に国が関われるんだったらまずそこ上げるって、そんなにむちゃくちゃな話じゃないっていうか絶対的に必要な話なんですよね。で、処遇が上がらないことには人は集まりませんから、私はそう思うんですよ。だからとにかく何かさ、やっぱり予算なんですよね。ちゃんと適正な予算、現場の両親だけで安上がりにしてきたというこの現状を変えていく必要があると。そこに対してやはり投下していく、お金を流していくっていうことがまず必要なんだろうというふうに思ってます。ありがとうございます。次の方どうぞ。ありがとうございます。以前は TikTok をやられていないとのことだったんですけど、先日令和新選組公式というチャンネルを見つけました。やられていますでしょうか。スライドか何かあればお願いします。ごめんなさいね、広報の方で何かやってることがあるかもしれません。何かしらスライドが用意されてるかったらされてません。なので皆さん TikTok やられてる方は、探していただければというふうに思います。すいません。なんだろうな、まあ、選挙の時とかになったらこう単発で出すってことはあったと思うんですけれども、まあ、そういうものでバズったりとかっていうこともあったってことですね。まあ、日頃からそういうものを狙って出していけるほどの今マンパワーがないので、緩やかにというか静かに稼働はされているものがあるかもしれません。なのでぜひチェックしていただければと思います。すいません、私自身が見たことがなかったかもしれません。すいません。次の方どうぞ。あ、すいません、消費税廃止大賛成なんですけども、国の財政を司る財務省は聞くところによると、出世するためには増税して減税したら左遷されるということで、山本太郎さんはこういった財務省に対してどう思われてますか。あのねっていうのも変ですけど、なんだろうな、まあ財源は税であるっていうこの凝り固まった考え方というか、もういくつもの時代の前の話をしてるわけですね。なんだろうな、金本位制ぐらいの時代の話、要は、金をどれぐらい保有していますか、ゴールドがどれぐらいあるから私たちはこれぐらいお金をすれますみたいな時代から動いてないわけですよ。1970年からその体制は変わってるんですね、管理通貨制度っていう形に。だから国の借金が、皆さんの首を絞めるっていうのは大嘘であるっていうのは、これはもう事実としてある話なんです。何が言いたいんですかってことですけど、冒頭に近いところで言った、財源っていうのはみんなから絞り取った税をいかに分配するかっていうふうに思い込んでませんかってことです。財源は税のみならず国の通貨発行ってことで、これを財源としてきてるんだよってことです。日本国ができたときどうやって皆さんこれ予算出すんですか。だって皆さんに新しいお金行き渡ってないわけでしょ。日本国が初めて誕生したときにどうやって予算執行するんですか。税集められてないじゃないですか。だから国が先にお金を払わなきゃダメなんですよ。いろんな仕事を発注したりとか、雇用を作り公共事業をしたり、いろんな形で、そのお金を社会に広げて、で税として徴収するっていう、まずは国がお金を出す、まず国がお金を支払うってことが最初にあって、その次に税なんだよって。で話戻りますけれども、まあもうそのようなですね、当たり前の話なんだけれども、残念ながらみんなから絞り取ったものを分配するのが、財源であり、それが当たり前のことなんだっていうことで凝り固まっちゃってるっていう財務省。だからこの財務省を変えるためには何が必要かって言ったら、これ政治によって変える以外方法がないんですよ。財務省だけが悪玉だみたいなこと言ってるのはもうデタラメな話で、もちろん財務省の伝統的な考え方、増税、新たに財源を作り出したということはお前素晴らしいなってことで昇進していくっていうのは、そういう伝統的な考え方に基づいてるわけですよね。
逆に言ったら減税しなきゃいけないっていう状況に陥った時に恥だと。でそうじゃないんだと。社会の状況に応じてお金を増やしたり減らしたりっていうコントロールをするのが経済政策であり国の役割である。少なくとも不況を長引かせたりとか不安定な状況にしないというのが大前提だっていうことが抜け落ちちゃってるんですね。でここをコントロールしていくのは政治しかないんですよ。だって財務省つったってこれ行政の一つの部署でしかないわけでしょ。省庁でしかないわけですから、そこを動かすのは誰だって言ったら政治なんですよ。その上に立ってる者たち、行政府の長は総理大臣で、各省庁の上に政治家たちが座ってるわけだから、だからやっぱり政治的な決断によって財務省を使っていきながらやっていかなきゃいけないと。とは言いながらもやっぱりあれだけ巨大な省庁であるわから、あるわけだから、官僚とかによってものすごく力を持ってて、財務省全体としてやっぱりある意味で政治家よりも力を持ってるっていう部分もあるかもしれませんね。だからこそ人事を握らなきゃいけないと。内閣人事局ってとこですね。内閣人事局って言ったら何かと言ったら菅さんがトップで、安倍総理大臣がトップの時に、菅さんが内閣人事局っていうところのトップに座って、でいろんなところに人事自分たちの力を行使していった、自分たちの言うこと聞くとした人たちを座らせていった。だからもあれだけの忖度政治が広がったんですね。逆にこのリベラル勢力って言われるような人たち、野党側の内閣人事局けしからんと、あんなものがあるから忖度政治が生まれたんだみたいなことで、そういうような風潮があるんですけど、私は間違ってると思うんです。万が一に野党側が権力取った時に人事に手を突っ込まないで、どうやって自分たちの思うことを前に進めていくのって、お金がなきゃできませんよって、そのお金っていう部分を仕切ってる、司ってるっていう人たちに対して、自分たちが進みたい方向性をちゃんと、伴走してくれるっていうような人事に変えていく必要がありますよね。なのでいくら財務省が最高、最強の官庁であるという話であったとしても、人事を握っているものが一番強いと思うんです。つまり何かって言ったら、やっぱりそこは政治の力を発揮すべきとこなんだろうと。まあ、おそらくそんなこと怖くてできないっていうような気持ちから、財務省の思う通りにインボイス前に進めたりとか、この先経団連に言わせた消費税の増税とか、さまざまなものを前に進めていくってことになってんだろうな。そんなことやったら壊れますよ。絶対やっちゃいけないと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。エネルギー政策について質問です。大気中の二酸化炭素を回収して、資源として活用するカーボンリサイクルという技術ですね、こういう関係が進んでいますが、令和新選組としてこういうカーボンリサイクルに対する考え方を教えていただけないでしょうか。すいません、この二酸化炭素回収してそれをリサイクルしていきますってことに関して、私たちが政策的に強く打ち出しているかといったらそうではないので、もしもご存知のことがあったら紹介してもらっていいですか。マイク渡してあげてください。まあ、私もちょっとネットで調べるレベルではあるんですけど、藻を使ってですね、植物のそれを、回収した二酸化炭素を分解して、ちょっとエネルギーとして活用するだとかですね、あと、この回収した二酸化炭素を、コンクリートだとかそういった建物のですね、資源として使ったりする、ちょっとネットレベルでの情報しかないんですけど、そういった考えはについてですね、ありがとうございます。自然由来のもので分解していくとかっていうことが、実際にこれ大規模にやっていくっていうことで、実際にその CO2 っていうものに CO2 が増えていくってことに対して対応できるならば、これは大々的にやっていく方がいいと思いますね。でちょっとそれ掘ってみます、私たちで。ありがとうございます。他いかがでしょうか。すいません、質問じゃないんですけど、山本太郎さんの動画とかをたくさん見てて、うちの職場が結構今めちゃくちゃなので、ちょっと職場を良くするために立ち上がろうと決意しました。以上です。ありがとうございます。ちょっと知りたいお話ですね。大丈夫ですか、職場のことちょっと聞いても。もうちょっと追加で教えてもらいます。職場が今むちゃくちゃなんですか。そうですね、自民党ぐらいは。ちなみに何系のお仕事を。一応
工業系です。工業系のお仕事、この中でどんな揉め事があるんですか。まあよくあるパターンですよね。サラリーマンの仕事ができる人が上がらないで、仕事ができないけどこればっかり立つ人が上がったり、まあ長いものが巻かれる、まあそれがサラリーマンだろって言われたらそれでおしまいなんですけどね。でも見ている中でなんでこんなにできるやつが、人もでき、仕事もできる人もできてる人が上がらないで、なんでこんなやつが上がっとるんかっていうのがちょっと現実なんですよ。なるほど。これはもうね、各皆さんの世界にあるあるかもしれませんね。こう上の人に取り入るのが上手い人っていうのがどんどん上に上がっていくと、で実際に現場を支えているすごく地道な仕事をやり続けていっている人たちはあまり評価されなかったりとか、そういうところに対してちょっと物を申していこうかということですね。まあでもこれ普通に自分の今職場の中で声を上げていくって結構勇気いることですよね。例えば私みたいなもう全く畑違いのところから、中田町にちょっと物言いに行くわみたいな感じのことって、私みたいなちょっと極端な人間っていうか振り切れてる人間はそこまで難しいことではないんですよ。もちろん難しかったですよ、当時の自分からしたら。ものすごく大きなハードルを超えたっていうような気持ちはあるんですけど、でもそれをやれるわけです、やれたわけですよ。なんでかって言ったら、政治のことに対して物を言ったら自分の元々の仕事でどんどん仕事が減っていくわけですよ。社会問題っていうのはほとんど何かの企業だったりいろんなものにこう紐づいてるっていうか、原子力事故があった、エネルギーチェンジしていこうぜ、それは言ったらまずい。どうしてですか。だって電力会社でしょ、電機メーカーでしょ、大手の建設会社でしょ、銀行でしょ、みたいなことで、それってテレビとかメディアを支えてるスポンサー様なんですよね。でそれを言ってたら仕事が減っていくというような状況の中で、もうこんなに減ってんだったらいいかなみたいな、もっと言ってやれって言ったら本当に仕事なくなっちゃってみたいなね。だから逆に言ったらそこまで何かこう分かりやすく締め出されるっていうか状態になったらこう腹決められるわけですよ。一方でこの自分の毎日の生活、先ほどご自身でサラリーマン、的な側面を持つお仕事だっておっしゃってましたけど、そういうような職場の中で声を上げていくっていう方が結構結構ハードルが高い部分もあるんじゃないかなっていうふうに、より勇気のいる、話じゃないかなと思うんですけど、あまり大暴れをせずにいろんな人たちを共感を呼びながら、ところもあるんです。何ですか、マイク渡してください。いつか太郎さんが殺される覚悟もなくてこんなことしませんよって何かの外線で言ってたと思うんですよ。どこだったか、福岡だったか覚えないせいなんですけど、だからちょっと上司に向かって言ってやろうかなって、飛ばされる覚悟もなくてこんなこと言いませんよって言ってやろうかなって思ってます。なるほど。くれぐれも安全運転ですいません、太郎みたいに言ったら飛ばされたみたいな話になったらもうこれシャレになりませんので、ぜひ安全運転でよろしくお願いいたします。ありがとうございます。インボイスでね、物価が上がるので絶望を感じています。はい、以上です。ありがとうございます。インボイスが10月から始まるって話なんですけど、インボイスってどんなことかってご存知の方いらっしゃいますか。10月からのインボイス知ってるよって方、ありがとうございます。おそらく半分ぐらいの方ご存知ないので、簡単に、まあ主に小規模事業者の方々に大打撃が来るだろうって言われてるものなんですね。350万から500万ぐらいいるって言われているような、事業者に対して大きく影響が出ると。どんな職業かって言ったら、まあ主にフリーランス、請負っていう形で仕事をされている方々に大きな打撃、個人タクシーとか農家とか建設の一人親方とか保険の代理店とかイラストレーター、演劇やってる人、映画やってる人、出版関連とか、もう本当多岐にわたるってことですね。こういう方々に対して何があるかって言ったら、事実上の消費税増税っていうような話なんです。で、もともとは消費税っていうのは、ある金額以下であるならば売り上げが免税っていうことをチョイスできるってことなんですね。3000万円以下はっていうことからスタートしてたんですけど、これ時代が変わってって景気も悪くなってって1000万円以下というふうになってるのが今なんです。売上1000万円以下は消費税免税という状態、これが免税店制度と呼ばれるものなんです。
ずるいじゃないか、そんな一部の人たちだけ免税にするなんてって方もいらっしゃるんですけど、違うんですよ。だって大企業だったり体力のある企業と、このような細々と仕事やってる人たちとでは全然体力が違うわけですよ。だからある意味でのハンデを国会が作ってきたってことです。非常に重要なことなんですね。だって例えば様々な手続きだったりとかで、それによる負担だったりっていうものが加わったとしたら、これ事業を継続するっていうのは逆に言ったらあまりプラスじゃないっていうか、ギリギリなのにさらに負担がのしかかったらもうやめなきゃいけないような状態になっちゃうから、1000万以下は消費税免税ねっていう形にしてきたんです。でこれを事実上免税かもしくは課税か選べるっていう前提なんだけど、事実上免税ではなく課税払いますという状態にしないと商売続けていけないよっていうのは、何かこう変更がもたらされるっていう状態になるんですよ。つまり、もう事実上これは免税とされてきた人も、課税状態に移行しなければ仕事が続けられない。なぜならば取引してる人が、取引先が、私が免税を選んでしまえば向こう側に私が払ってない部分を乗せることになっちゃう、そんな感じなんですね。いやそうは言ったって、どうしても必要な取引ってあるじゃないですか。いくら相手が免税だとしても、その人しかできない仕事だったらその人に仕事行くでしょって、税負担が相手側に増えたとしてもって言うんだけど、それって全員じゃないですよね。特別なものを持ってますっていう人って全員じゃないってことですよ。ってなっていくとどうなるかって言ったら、おそらくアンケートとかでも、大体 3,4 割の方々は廃業しなきゃいけないかもしれないというような状況にあると。これって大変なことになりますよね。要はこれまで何とかやってきた、何とか自分の表現だったり仕事を続けてきた、例えばもう本当にこの国の表現者と言われる方々も、こういう小規模事業者にいるわけですね。自分が好きで演劇をやってきた、台本を書いてきた、でたまに発表するような作品とかで、自分の作風が好きなお客さんが楽しみに来てくれた、自分が描いてる絵があった、自分の作ってる音楽があった、アニメーターだった、いろんな人たちがいるわけですけれど、その人たちがこれ前に進んじゃったら事実上続けるのが難しいってことになっちゃったとしたら、何が失われるかって言ったら、この国の文化自体がどんどんこれ衰退していくんですよ。一体何するんですかってことですね。まあ狙いは2つあって、1つはこの人たちにもこういう状態にしましたから、これまで免税って言われてた人も課税にしましたよ皆さん、次は皆さんの番ですねっていうことで、消費税増税の方向に一気に舵を切るというのが1点と、もう1つはそんなに続けられないんだったらやめればということで、その仕事を辞めなきゃいけない状態の人たちを生み出して安い労働力として市場に供給していく、おそらくそこが狙いなんじゃないかというふうに思ってます。でおそらくですね、こういう状況に置かれていった場合に、消費税今までは免税されていた、免税を選んでいたという方々も、今後その仕事を続けていくってことは自分の様々なものを削りながら提供していかなきゃダメなわけですね。ってことはその単価っていうのは上げていかなきゃしょうがない、価格に転嫁していかなきゃしょうがないっていう状況が生まれるだろうと。つまり何かって言ったら、全体的に物価もさらに上がっていくっていう恐れもある。一体どうして今これやらなきゃいけないの、これまでやってきたことを事実上強制的にこれ課税にしていくっていう状況に増やしていって、一体何がやりたいのって、あ、税じゃない財源だから、2500億円程度の金だったらとっとと資本家から取りゃいいんですよ。もっと取れんだから、桁違いに取れるんだから、取ろうと思ったら、だからそれぐらいの小さな額でここまでのことを無理やりやろうとしてるってことは、やはり別の狙いがあるんだろうと。さっき言ったようなさらなる消費税増税に向けての布石、もう一つは多くの、現在やってる仕事という部分をもう廃業という形に選ばれた方々が、より安い労働力として社会に提供されていくということを目論んでいる、そんなことだと思います。
本当にこれ止めなきゃダメなんですけどね、ごめんなさい、私の、拙い話よりもぜひ皆さんに見ていただきたいのがストップインボイス、ストップインボイスというこのキーワードをエンジン、検索エンジンに入れていただいて、見ていただけましたら、この当事者の方々が本当に素晴らしいホームページ作ってます。分かりやすい、これをぜひご確認いただきたいと思います。で、個人事業主であったりとか、そういう小規模事業者の方々でインボイス、まだこれやばいもんだって捉えられてない方いっぱいいらっしゃると思うんですね。ぜひそういう方にも情報提供していただきたい。で、署名とか集まってるんですね今、35万筆で、さらに増やしていこうってことを皆さんやられてますので、ぜひご協力いただきたいということでございます。で、これが最悪押し通されたとしても、このまま進んだとしても決して諦めないでいただきたい。つまり何かって言ったら、それで終わりじゃない、その先に政権交代とか起こしていきながら、悪いものはこれ廃止していくというようなことを先々やっていかなきゃいけないんで、こういうものを推し進めようとするような社会が今であり、政治が腐ってるっていう状態を確認できたってことですね。こっから先一緒に力合わせてこういったものを終わらせていくっていう作業に入っていかなきゃいけない。力合わせてやっていきたいと思います。ありがとうございます。先頃シンガポールに立憲の議員さんたちと研修に行かれましたけども、緊縮財政を信奉されている小川淳也議員と積極財政についてお話しされましたでしょうか。その辺についてお願いします。ありがとうございます。そうですね、海外視察っていうのは、2019年に令和を立ち上げて選挙が終わった後、お声掛けをいただいたんで、当時の立憲の若手と一緒に、どこだあれ、マレーシアに行ったんですよね。で、マレーシアは消費税減税した国ですってことで、現状を見に行こうってことが始まりでした。で、今年もですね、夏にお声掛けをいただいて、今度また視察行きましょうってことで、例えばマイナンバーとかどうですかみたいな話いただいて、あ、行きましょうよってことで、で、その時のメンバーに、私もそうですけれども、その2019年に一緒に行ったメンバーの数人と、で、小川淳也さんも一緒に行ったということなんですね。で、まあ、小川淳也さんって言ったら、消費税で言うんだったら 25% ぐらいとかっていうようなキーワードを出してる方なので、ある意味でこの、消費税を廃止とかですね、消費税を減税っていう方々の中では少しアレルギー反応があるかもしれませんね。で、まあ、そこら辺はちょっと話聞いてみなきゃ分かんないので、まあ、とにかく行きましたということでございます。で、あの方は何を、考えてらっしゃるかって言ったら、高負担で高福祉の社会っていうものを作りたいと、北欧型ですね、どちらかというと、そういうものを目指していきたいっていう長期的な目標を持たれてる方なんですよ。で、だから消費税っていうものに関して、当然これは必要な財源であるっていうような思いがある方だと思います。で、一方で私は消費税廃止だと、まあ、減税というような状況になったときにもちろん乗りますよ、乗る。廃止じゃなきゃおかしいだろうっていう話にはならない。まずは減税、大歓迎。そういう形で進んでいくものではあるんです。でも最終的に廃止なんですね。で、いろいろ話したところ、長期的なビジョンとして高福祉、高負担っていうような話を、されていて、それについてはどう思いますかって言われるから、まあ、長期的ってことを考えたときに、そういうこともあり得るかもしれませんね、みたいな話になって。でも、長期の前に、まず短期じゃないですかって。目の前っすよねっていう話になって。30年疲弊してコロナで物価高でも放置プレイってやばくないって。今このままだったら、これ長期も何もないよっていう話に、流れていったわけですね。で、つまり何かって言ったら、この短期、目の前のところで大胆な減税策っていうものが必要ではないかと。例えばですけれども、先ほど、最初の方の質問に立憲民主党に関してのご意見がありましたね。で、その中で立憲民主党、民主党という政権が3党合意で消費税上げるということを決めたっていうような話があったと思うんですけど、結局その消費税増税を決めるというような勢力がいるような政党でもあるわけだから、彼らに対して廃止っていうことを言ったとしても、やっぱりこう衝突するというか、こう相入れないみたいな状態になっちゃうのが一番まずいんですね。じゃあ何が一番いいですかって考えたときに、例えばですけど、私たち消費税廃止って言ってるけど、消費税ゼロっ
っていうことで、これ前に進めたりとかしないかなみたいな話はしました。はい。向こうにとっては消費税ゼロであるならば、ゼロからまた再び3に上がったり5に上がったりっていうようなことも可能だっていうふうに考えるわけですよね。これが廃止じゃなきゃダメだっつったら、消費税自体をもうなくしちゃうことになるから、消費税が非常に大事だと思ってる人たちにとってはこれ以上前話進まないんですね。だからゼロっていうところを落としどころに議論していくのはどうかなというような頭の体操ですね。私たちが急に消費税ゼロと言ったとしても廃止を諦めてるわけじゃないですからね。ゼロってことで多くの勢力と手を組みながらゼロにしていくっていうことができるんだったら、その先廃止もできますよ。そりゃそうでしょ。消費税ゼロになったものをまた 5% に上げますみたいなことなかなかできないですからね。だから下げたがらないんですよ。一回下げたら上げづらいから。ゼロまでできたんだったらこっちのものだろうと、その先は廃止に向かうっていうことも、まあなんだろうな、お互いに譲り合う必要があるってことですね。まあそういうような頭の体操を一部したっていう感じですかね。そんなところです。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい。ストレス増税、ステレス増税についてです。個別には申し上げませんけども、まあ、国民の知らないところで、政府は増税というのを進めております。これはもう、国民を愚弄する行為だと思います。あいつらどうせバカじゃ気がつかんじゃろうという国民は愚弄されていると思います。これに歯止めをかけるために立憲、山本代表はどのようにお考えかというのをお聞かせ願えればと存じます。まあ、事実上の増税みたいなもんだろうみたいなことは各所にあるわけですよね。先の国会の中でも社会保険料が上げられるみたいなことが決まったりとか、さまざまなことでこの先負担が上げていかれる予定のようですよね。でそういったことに対してみんな気づかんだろうっていうことで、舐められてるって話なんですけど、本当に気づかないですよねだからやるんですよ。なのでなかなかそんな、ごめんなさいね、たまにラムネ食べないと頭の回転が落ちるんでラムネ食べたんですけど、髪が甘くてこの何でしょうね、噛んだ後のこの結構荒く噛んじゃって、そのままにしておいたら喉の中でイガイガしててみたいな経験あるでしょ、みんな。今それになってたんです。失礼いたしました。でそんな細かくいろんなものをやられたとしてもなかなか気づけないんですよ。で結局気づいたらもうやられた後だったりとかね。で細かく情報も流れてこないわけだから、いろんなところにそういう負担増っていうような罠がいっぱいあって、トラップがいっぱいあって、それをどんどん前に進めていこうとされているような現実に気づく人っていうのはよっぽど政治のことをウォッチしてる人以外ないんじゃないかなと思うんです。でそう考えた時に、じゃあまず細かなところはチェックするの無理としても、ざっくりしたところで今の方向性みたいなことをみんなでシェアしていけるような場が必要だと。で言っていいんだよって、政治にものをっていう空気を広げていくことがまず最初なのかなって思うんですよ。っていうのはいろんなところで先々の負担増が決まっていくってことを、その情報だけ聞いたとしても、そっかーってやだねーで終わっちゃった話にならないじゃないですか。でもちろんその感情はすごく重要ではあるんですけど、何が言いたいかってことですけど、もう私たちはばっくりこういったデモで今負担は上げられてて、さらに上げていこうとしてんぞやつらはと、これに対してみんなで声を上げていこうっていうね。ですごく言いやすいんですよ。減税されて困る人なんて一人もいないから。でどんだけ金持ちでも減税されたら喜ぶんですよ。ほとんどの人たちは減税されて怒る人なんていませんね。そう考えたときにストライクゾーンがものすごく広いってことです。で当然皆さんもそういうこと言っていこうよって言ってっていいんですよ、あなたオーナーなんだからっていうようなところから始めていかなきゃどうしようもないのかな。でも結構いろんなデモ、まあ私もお邪魔したことがありますけど、沿道の反応というか、これちょっと飛び抜けていいですね。もちろん邪魔やなとか、うるさいとかで、昨日はこう、昨日じゃないな、3日前ぐらいはこう中指立てられましたね、高級車の中から。
まあ、そういうこともありました。まあ、だから中にはそういう方々もいらっしゃるんだけれど、おおむねいろんな方々の反応は良好であると。つまり何かって言ったら、減税してくれたらそりゃいいわねっていうことですね。ある意味で多くの人たちの、気持ちを一つにしていくという意味では、こういう行動もありなんだなっていうことを今感じてます。だから細かなステルス増税っていう部分に関して、こういうものがこういうものがっていうふうに言っていくのも非常に重要なことだし、一方で上がっていくということだけで、ああそうかっていうふうになっちゃわないように、これ以上上げられたらダメでしょって、下げさすでしょ皆さんみたいな、皆さんで声上げていくこと全然可能だし、それがなきゃ動かないんすよっていう、すごくばっくりしたところでみんなと一緒にやっていくっていうような気持ちを広げていくっていうのが非常に重要かなと思って、あの今やってるところですけれども、9月だけで14箇所で、おそらく10月にはですね、また国会も開くんですけど、その合間にやっていきます、はい、で結構叩かれるんですね。あのアンチからですね、あの迷惑なやつらだみたいなことだったり、俺の家の近所ですごく爆音がみたいな話だったりとか、救急車が困ってたみたいな嘘を書き出す人がいるんですね。そんなわけないだと、警察が仕切ってんだからよ、デモはスタート地点だったり、いろんなところもコースももういろんな相談があって、うちが言っても断られて、こっからじゃないと困るとか、コースもね、そういうやり取りをね、あのミサオレッドウルフ姉さんもやってもらってくれてるんですけどね、ありがとうございます。あの、まあ、とにかくですね、そういう、まあ、逆に言ったら嫌なんだろうなってそう思います。だからアンチが私たちのデモを腐すってことに関しては、ものすごく、あの、あ、よかった、ど真ん中行ってるんだっていう安心感、間違ってないなこれはって、そうだそうだと、まあいいんですよ、この時代の A じゃないかをみんなでやっていこうじゃないかという話です。ありがとうございます。今後令和の掲げる消費税、廃止を実現するには大体何年ぐらいかかるとお考えですか？私は今まで二十数年生きてて、政治の力で経済がいい方向に変わるっていうところを見たことがないんで、山本さんは本当に政治の力で、社会を変えてくれますか？その実現 に向けて具体的なプランや過程にある課題っていうのは何なのかっていうのを教えてください。ありがとうございます。一言で言うと、あなた次第、はっきり言っちゃったら、であなた次第って言って、このマンツーマンであなた次第って言われてるのものすごく重いじゃないですか。であなた次第っていう言葉はもうこの全体に投げかけられることであると。つまり何かって言ったら、この国のオーナー次第ってことです。政治を動かすのは政治家だけってことになると、これはもう数が少なければ実現が難しくなっていくんですね。なのでこれを拡大していく必要がある。で、令和新選組は、できて4年なんですけれど、8人の国会議員なんです。でバックに宗教も企業もないんですけど、8人になったっていうのは一人一人が広げていったんですね。でそれはすごいことなんだけれども、全体で見たら700分の8なんで、ものすごく小さな勢力なんですよ。だからここがすぐにでも消費税を廃止にできたりとか減税したりとか、日本の、景気状況を劇的に変えていくってことは、この8人だけでやっていくことは非常に難しいんです。だからやらなきゃいけないことは何かって言ったら、やっぱり私たち自身の数を増やしていくってこともやっていかなきゃいけないんだけれど、やっぱり私たちの直接の支持者じゃなかったとしても、多くの人々に対して政治に対して物を言うとか、今は減税だよなとかっていうような考え方をこう伝播していくっていうか、広げていくっていうのはものすごく重要なことなんです。逆に言ったら、もう自分の推し、違う政党の、自分は支持者だけどもって思ってる人たちでも、自分たちの支持政党に対して、政治家に対して、今は減税じゃないかっていうようなことも、これ圧力として入れていかなきゃダメなことなんですね。なので私たち8人だけで何かしらことを進めるということに関しては、ものすごく小さな宇宙の話になっちゃうんですね。だからこれをもっと広げていくっていう意味で、必ず、もちろん令和の支持者にもみんななってほしいんですけど、そんな一足飛びにはいかないってことです。そこはもうステップバイステップでしかいかないから。でも少なくとも今この局面において必要な政策はこれだよ、やった方がいいよっていう空気を醸成していく、ある意味で政治に対して目を向けていく、考えるきっかけを作るというようなことも、私はある意味でこれは政治活動だと思ってるんですね。まあそのような話があって、でいつ、まあ具体的にですね、今言われたようなその減税が可能になるかってことなんですけど、これはね、本当にね、他の野党っていう部分が本気にならないと無理なんですよ。
はっきり言っちゃうと。で、自民公明政権っていうのがずっと続いてるじゃないですか。で、ここに対して野党がいるんですけど、こっちが数がすごい多いんですよ、与党側で。それに加えて野党の中にも維新だったりとか国民民主みたいな事実上の、自民党の子飼いがいるわけですね。ある意味で自民党の周りをぐるぐる回ってる衛星政党がいるわけですよ。そう考えると、それ以外の野党っつったらさらに数が少なくなっちゃうんです。で、この野党の塊でここと戦っていかなきゃいけない、ある意味で一騎打ちしていかなきゃダメなんです。けどそれって結構ハードル高いですよね。で、逆に言ったら、この、民主党系の人たちの中には、維新のこの、右肩上がりの状況に乗っかりたいなとか、選挙勝てんじゃないかな、そしたらっていう人たちもいると思うんです。だから何が必要かって考えたら、ザ・自民党というようなこの、主流と、で、自民党とものすごく近いんだけども、野党のふりをし続けてるっていう、体制内野党みたいな。そこのチームと、こう、しっかりと対峙できるというような野党を作っていかなきゃダメなんです。自民党が悪いのは分かってるけど、どこに入れたらいいのって。よう分からんわ、他は。っていうような状況を脱しなきゃいけないってことですね。だから一定時間かかると思います。チャンスはあったんですよ。2021年、衆議院選挙。10月ぐらいに行われたんかな。その時には、野党が塊になる。塊になれってことは言われてたんだけど、いやいやいやって言い続けてたんです。消費税減税っていうのをそこの柱にするんだったら考えていいよって、そしたら消費税減税を柱にするっつったんですよ、立憲民主党で。だったら乗ると、要は廃止にしたいよ、でも私たちだけじゃ無理じゃないですか、いつなのそれって、100年後みたいな話になっちゃうんで。だからその立憲だったり私たちだったりっていうところが一緒に戦うということで、消費税 5% ってことを打ち出せるんだったら、これ大きいなと思って、で打ち出すってことで私たち候補者4割下ろしたんです。こっちからしたらもう大損害です。でも全然もうなかなか消費税を下げるっていうことの利点だったりとか大々的に打ち出すとかやらないんですね。だからおそらくこっち側に下ろさせるための餌として、蒔絵として多分消費税に乗ってきた部分はあるかもしれないです、向こうは。だから何が言いたいかってことですけど、ガチでも、なんだろうな、徹底した経済政策というものを前に進めようという勢力を、おそらくね、自民党や維新だったりっていうところにこうすり寄っていきながら、なんとか次延命しようかなとかっていうような不安定な民主党の人たちと、おそらくここから割れていくところになっていくと思うんですよ、この先。だからするならば、先ほども言いましたけども、若手だったり、いろんな人たちっていうところは、積極財政、私たちの経済政策に近かったりとか、目指している社会像っていう部分にクロスする部分があるっていう人たちもいるんですよね。だから、2021年の段階では、チャンスはあったけれども、そこで多数派を取って、次の参議院選でって、おそらくもう1年半、2年以内ぐらいに消費税減税される可能性はあったわけですけど、みすみすそれを逃しちゃったわけですよ。で、今度今ってことになった場合に、さっき言ったような自民党とその周りを回る衛星政党、そこと対峙していくための野党の塊を作っていくためには、まず私たちが大きくならなきゃいけないんですよ。今8人だけど20人ぐらい、最低でも20人ぐらいの政党になって、令和と何か絡まなきゃ、取り入れていかなきゃ、あいつらを前に進めないなっていう状況にまでするしかないんです。今は向こうはこっちを潰そうと思ってる、簡単に。でも潰せないカードですから、私たちはこれだけの数がいたらっていう状況にまで持っていく必要があるんですね。それが次の衆議院選挙かな。その数になった時には、おそらく国会の中で徹底的に喧嘩する野党みたいな状況を提案していく。で、それ乗ってこないんだったら、この人たちも一緒なんですっていう、喧嘩しないんですよって、選挙の前だけどうこう言うけどって、日常的な国会の活動の中ではもうテーブルの下でぬるぬる手つないでるんですっていうことを、もう私たちが身をもって見せていくっていう戦い方ですね。そういうことやられたらものすごく迷惑なんですよ、向こうは。だから逆に言ったら戦い方っていうのをこっち側に寄せてきたりとか、逆に言ったらそういう形で今どんな悪法が通っているのかということを
人々の、なんだろうな、人々に可視化をしていきながら、でその中で経済政策っていうものを一部でもその野党の塊の中に入れていくっていうような作業をしていかなきゃいけないと。どれぐらいかかるやろな、でも5年以内にはやりたいなと思ってます。すいません、5年以内、根拠は何かしたら私の参議院の任期あと5年、あと3期ぐらい、参議院議員をやらせていただきまして、それもう18年ですからね、待てるかよって話になるじゃないですか。だからもう決着つけたいと思ってるんですよ。自分の今期の参議院、自分が、6年やらせてもらう参議院のうちの残りでこれなんとかまず数を増やす、数を増やしてプレッシャーをかける、プレッシャーをかけた上で、繋いでいけるとこを繋いでいくというような段取りが必要だろうなと思ってます。もう明日にでもやりたいんですけどね、直ちに減税っていうことなんですけど、すいません、時間はかかる作業なんですけど、やっぱりこの数十年政治を放置してきたということの結果を回収していくためには一定の時間は必要になっていくかな、そう思います。すいません、説明長くなっちゃって。今日もいろいろな質問が出てるんですけど、その答えるにあって知識が多分ないと難しいとは思うんですけど、その知識ってどこで手に入れてくるものなんですかね。私ですか。なんか私が喋ってることが知識というのも何かおこがましい感じがして、どこで手に入れるか、まあ、2013年から国会議員やってるんで、もちろん途中バッジを失ったこともあるんですけれども、でも少なくとも2013年から政治活動ってところには身を置いてますから10年ですね。この10年の中での、さまざまな活動であったりとか、いろんな先生方だったりとか、いろんな、知識人の方々だったり先輩だったり、いろんな活動をされてる先輩だったりっていうところから教えていただいたりということの中からですねっていうことです。ちなみにどんな、普段情報の仕入れ方をされてますか。まあ、れいわ新選組の YouTube だったりっていうのを見て知れてるっていう感じですかね、自分の場合は。ありがとうございます。情報源は常に広くっていうのがすごく重要なことだと思います。でおそらく私たちもなんだろうな、まあ、かなり熟議して、まあ、限られた時間の中で熟議して答えを出していくっていうようなもう今は段取りになってるんですね。昔はもちろん私の感覚的なところで走ってるところはあったんですけど、もう今は、優秀なメンバーはいるんで、みんなでその、政策であったりとか方向性っていう部分に対して話し合いながら、で専門家の先生だったりとかいろんな人を交えながら前に進んでいくってことにはなっていってるんですけど、とにかく極力いろんなお話を聞けるのであるならば聞いていくと、でいろんな情報ある中から、自分たちの中で、それをなんだろうな、取捨選択していくっていうか、そういう状態で前に進んでます。ありがとうございます。二度と過ちを繰り返しませぬからという日についてですね、山本さんが総理大臣になったときに意思表示したいときとか、8月6日に何か伝えたいことがもし仮定であったとしたらばお伝えください。ぜひですね、広島の日、長崎の日にはアメリカ側からの謝罪をもらいたいと思ってます。はい、東京大空襲に関しても謝罪いただきたいと、民間人をあれだけ大規模に殺戮したということに関しての戦争犯罪に関してはやっぱりこれは、国としてそこは謝罪してもらわないと困ります。一方でそういったことに対して謝罪をしてもらうってことは、こちら側も戦争の時にあったことに関して謝罪すべき点も出てくるでしょう。でも当然これは当たり前のことですね。そういった悲しい時代があり、誤りがありということをくぐり抜けて今に至って、その過去を繰り返さないということを確認し合うということで、未来の平和を守っていくってことはおそらく最低限そこが担保されなきゃ前に進めないんだろうと、そう思ってます。ありがとうございます。はい、いいですか。はい、島根県から今日は来ました。島根県
島根県内では原発賛成派容認派もいますが、どのようにしたら原発ゼロに持っていけますでしょうか。賛成派に納得してもらうにはどうしたらいいでしょうか。ありがとうございます。お金と雇用だと思います。はい、2012年に民主党政権が、大井原発の再稼働をすると、消費税も上げよるわ、原発も再稼働させよるわって、なんやあいつらって話ですけどね。すいません、今ちょっと独り言です。で民主党ディスリーです。すいません、ディスリーじゃないな、事実関係やな。話戻ると、その大井原発の再稼働のその周辺の時期に、大井で開かれた、大井の町で開かれた議会というものに参加、傍聴したんですね。傍聴しに行った、傍聴しに行った後に議長とお会いできると、光栄な話じゃないですか。でお会いしたんですよ。でもうストレートに聞いたんですよ。議長、原発やめるためにどうしたらいいですかって聞いたら、そうやな、金やなって。いや、ものすごく、まあ、明快な答えだなっていうか、汚いなじゃないんですよ。もちろんですよねって、そりゃそうだわってですよね。だって結局、過疎地域だったりいろんなところを狙われて、こう札束で話が進められていったと。もちろんリスクあるということは、引き受けるということを地元の方々がしてくださったからこそ、日本の経済というかというものは拡大していくことができたということですね。で一方で原発はやめだと、あとは知らんじゃ話にならないってことですね。つまり何かって言ったら、その原子力という仕事に関わってきた人たちに対しての次の仕事で、原子力に関わってきた人たちも一定原子力にはこの後関わっていってもらわなきゃダメなんですよ。例えば廃炉であったり、さまざまな技術に関して原子力にスペシャリストっていう人たちにはやっぱ継続してもらわなきゃいけない部分があるからですね。でそれ以外のいろんな労働者たちに対して、やっぱりその地域に対してどのような産業がマッチしていくのかってことは、もうこれは国がやっぱり先頭になって地元と話をしていく。で補助金は続けなきゃダメなんです。続けなきゃダメなんですよ。それがあって成り立ってんだっていうことですね。だからお金と雇用っていうのは、やっぱりこれはちゃんと担保するっていうことで、前に進める以外は進めようがない、そう思ってます。でもう一つは、その原発に関わる既得権益と言っちゃうと汚く聞こえるかもしれないけども、原発というものによってこう、仕事を得ている企業ですね、それによって利益を得ている人たちをどう説得していくかってことだけど、原発はやめて別のとこから金儲けしないかっていう提案が必要だってことです。やめだ、あとは知らんは通用しないと。であるならば、やっぱり原発に代わるエネルギーって何かって言ったら自然エネルギーなんですよね。で原発をやめて自然エネルギー100でいけるかって言ったら、今は無理だから、主力は火力なんですよ。もちろん CO2 との関係はあるけれども、世界との約束の2030年火力、石炭は、ゼロにするとか、2050年に 100% 自然エネルギーっていう世界との約束はずらせないんですね。で、エネルギーは火力を中心にしながら自然エネを広げていくっていう形なんですけど、その自然エネを2050年までに 100% にしていくっていうこの道のりが、お金がむちゃくちゃ回るんですよ。年間で500兆円ぐらいのお金がずーっと回り続けるんですって。っていうことは、これむちゃくちゃビジネスチャンスなんですよ。だから原発にしがみついて、これから大きな地震がやってくるっていうリスクも抱えながら前には進めない、この国は。だから別の部分で金儲けしてくれ、国も金出す、あんたらも内部留保を崩しながら一緒に官民でやっていこうっていう形を作っていく必要があるんだろうと。やっぱり自然エネルギーっていうものに対して日本も一定いい線いってた時期はあるけれども、やっぱり後退しちゃったのは何かって言ったら、原発ありきってことをずっと譲ってこなかったからなんですね。そこに対してしっかり舵を切っていくってことを、やっぱりあれだけの事故があって、いまだに収束がもう数百年単位かかると、数十年って国言ってるけど、あんなの嘘ですから、数百年ですよおそらく。そう考えると、やはりもうこれはしっかりと舵切っていかなきゃいけないというふうな考えが私たち令和新選組です。ありがとうございます。はい、最後の方です。もともと選挙権を捨ててしまうようだった自分なんですけども、今ではこのような会やデモに参加するまでに興味を持たせていただいてありがとうございます。で、あと前回ツーショット写真撮れなかったので今日はお願いします。以上です。
伝言みたいなお話ありがとうございます本当にもともと政治に興味がなかったっていうのは私もそうなんですよ。逆に言ったら芸能の仕事って政治に興味持ったらやりづらいんですね。さっき言いましたけど社会問題の多くが何か言葉に出したらこう何かしら大きな企業の仕事に結びついちゃうんですね。エネルギーの問題、エネルギーの転換、原発あやめようやってたらさっき言ったようなことに関わるし、例えばだけども、なんだろうな、アジアの、ボルネオの、パームヤシみたいなものを、そういうふうな、なんだろうな、大量に植えてるようなところですね。パームオイルを取るために、自然のジャングルというか、自然の森をこう伐採して、で、パームヤシを植えるプランテーションみたいなものにしてるようなところ。で、結局ゴリラだったり、いろんなものの生態系が脅かされてるっていうような状況を。これはまずいってことを言ったとしたら、芸能界的にはちょっとアウトになっちゃうんですよ。どうしたかって言ったら、いろんな洗剤だったり、いろんなお菓子だったりっていうものに使われてるものだから、逆に言ったら P&G を敵に回すみたいな話になりますよね。だから何かって言ったら、社会問題に石投げたとしたら企業に当たるわけだから、芸能界にいたら、やっぱりそういう社会問題に、関心を寄せる声を上げるってことは非常に難しい状態になっていくんです。で、だから私も何も知らないっていうかあまり興味持たないっていうかあまり考えないっていうところからずっと来てるんですね。で、一番おそらく無関心の先頭だったんですよ自分が。なので今ここしばらくの間で政治にすごく興味を持ったとかっていう話ですけど、それってすごいことですよ。私なんてもう全然飲みすぎてるから今日は選挙行かんとことかそういう世界でしたからね。それが今こんなことやってるんですよ。どこまで変わっとんねんお前って話ですけどね。まあだから人は何かしらこう何だろうな、転換点みたいなものがあったりとかこう変わっていく、何かを知って変わっていくっていうようなことで、その先の生き方が変わってったりするんだなっていうことを私自身が一番驚いてます。はい。なので何だろうな、そうやって柔軟に考えていただいて、やっぱり社会このままじゃまずいよなっていうふうに危機感を持ってくださったっていうのは非常に嬉しいしありがたいし、これから一緒に変えていけるっていうことを本当に楽しみにしてます。ありがとうございます。ちなみになんですけど皆さん、マイク、マイクで喋りたいって人の中で漏れた人います？上げてる人いますね。じゃあそっちにマイクを、そのまま手を上げてください。手を上げてください。そちらにマイクを。ちょっと簡単に終わるから。ですね、国会で20日前に問題になったでしょ。給料が安いということで。調べてませんが、アステルプラザにあると思います。どうか公務員ではないんですが、小学生の3時の悪口と。ちょっと待ってくださいね。今の話題をご存知の方いらっしゃいますか？何かの給料が下がった。今のトピックスについてご存知の方。ごめんなさい、私、勉強不足でちょっとその内容が分かってないんですけど。じゃあもう一回ちょっとマイクを。前にね、申し訳ありません。20日前に国会で給料が安すぎると。これは生の声を聞いてるんです。缶コーヒーを買う金もないと。これはね、アステルプラザでとあると思うんです。部署が。ちょっと調べてないんです。テレビを持ってないからね、私。それで、もう一つは、あと5年でね、国会議員の党首にならないとダメですよ。総理大臣に。今さっき言ったのに、5年が勝負ね。オタクやよ。絶対そうじゃなく、取らなくてもなれるから、今、総理には。簡単にね。ちょっと今調べてないんですよ。ありがとうございます。2つにちょっとお話がまたがったと思うんですけれども、1つはちょっと給料が安すぎてっていうお話ですね。それが何かしら20日前に何かしら国会で、話題に上がったものがあるんじゃないかっていうことが1点。これはちょっとお家帰ってから、お家はないわここには、すいません宿に帰ってからググってみたいと思います。ありがとうございます。で、もう一つですね、5年以内にその野党の強い塊を作ると、次の選挙は私たち単独でやりますけどね、単独でやった上で数を増やして、で他の野党側に対して戦う野党、徹底的に、自民党、その
与党側に抵抗する勢力をこれを拡大していくと、国会での戦う運営、国会運営を戦うという形にしていく。自民党が昔野党に、落ちたとき、野党に下野したときですね、あの時には本当にチンピラみたいな振る舞いで、民主党に対して本当にもう、なんだろう、もう、難癖をつけまくって国会を止めまくったんですよ。結果どうなりましたかってことですけど、国会がちゃんと正常化、なかなかしなかったんですよね、進んだり止まったり。あいつらは本当に全然前に進まない、見てみてください、国民の皆さん。何も決められないやつらですよ、あいつらはと。だから皆さん大変なんですって。決められない政治から決められる政治へ変えていきましょうみたいなことに持ってったんですよ。すごい詐欺師でしょ。だからもうどんな小さなことでも騒ぎ立てて、国会をとにかく止めるっていうことに集中したんです。でもこれってすごいなって思うんです。私どうしてそんなことするかって言ったら、やっぱり政権取り戻さなきゃダメだからですよ。政権取り戻さないと自分たちがやりたいと思ってること前に進まないんですよ。政治っていうのは権力闘争だから、権力を取らないとこれダメなんですよって考えたときに、あのチンピラの振る舞いっていうのはあの時に彼らに必要なことだったんだろうと。あそこまでゲスなことしなくていいですよ。でも徹底的に戦うと、だって出てくる法案ゴミみたいなもんだ、ゴミみたいな内容非常に多いですから、逆に言ったら皆さんの首が締まるようなことをどんどん通していってるわけだから、そこに対して体張って止めたりとか、とにかく国会今正常化させないっていうことを努力するっていうのは、これ大義があるじゃないですか。そのような戦う野党というものをやはり作っていくしかない。で、経済政策徹底したものっていうので力を合わせていきながら、これは与党側と一騎打ちになった時にはこれは期待してもらえると思うんですよ。今の野党だったらいるのかいないのか分かりませんよ。スーって素通りですわ。自民党が悪い知ってますと、じゃあ他にどこなのっていうような会話になっちゃうわけじゃないですか。ダメなんですよそれじゃ。それを5年で一騎打ちっていうところまで持っていけたらなというふうに思ってます。今すぐには一緒にやらない、野党と。だって前の国会でも散々悪法であっても体も張らないんだもん。結局皆さんへの増税、この先増税されていくとか、社会保険料上がっていくとか、他にもマイナンバーと保険証が一体化することとか、そんなことも体張って止めようともしないっていうことですよ。スッと通しておいてけしからんって何の話やねんそれって。徹底的にやっていくってことをこの先進めていって、で5年後には神輿の上に乗らなあかんぞって言ってくださったんですよね。お前が神輿の上に乗って総理になれよっておっしゃってくださったんですよね。でもまあ今永田町の中で衆議院では大石明子っていう人間が一番嫌われてるんですけどね、私たち の、 議員で。参議院では山本太郎が一番嫌われてますから、その嫌ってる人間さえもこう神輿に乗せるというようなですね、決断をできるような、それは何かって言ったら、多くの人々に太郎ちゃん頑張れよって言ってもらえるような存在を拡大していくってことですね。私なりのそういうところで5年後に神輿の上に乗って時空の歪みを利用して総理大臣を目指すということをやっていきたいと思います。ありがとうございます。すみません、もう一方いらっしゃいます。はい、ありがとうございます。すみません、初めて質問させていただきます。僕は、発達障害者 で認知症の母親と母と一緒に暮らしてまして、障害者雇用と認知症の人に関する法律に関して山本さんはどのようにお考えでしょうか。それをお聞きしたかったです。ありがとうございます。障害と言われてもかなり幅が広いものがありますよね。で、見た目に分かるというような、例えば令和新選組の2人の重度障害の議員であったりとかするならば、もうこれはビジュアルから分かるわけですね、障害を持っているって。一方で発達障害であったりとか精神障害というような障害になってくると、これはちょっと一緒に過ごしたりとか何かしらこう、気持ちがこう揺れた時とか、そういうところに居合わせないとなかなかこう感じられるものではないかもしれません。でプラスそういった障害に対してはやっぱり社会の理解っていうのはまだまだ追いついていないと。
そういった意味で啓蒙していくというようなこともこれは必要になっていくと思います。でそれだけじゃなくて、やはりこの障害を持たれている方々に対しての障害者の、この雇用率というものを上げていかなきゃならない。これだいたい40人ぐらいの規模でしたか、20人やったか、ごめんなさいね、43.5 人以上で1人という枠で、事業所の中にこれぐらいの従業員がいるっていう状態では1人雇用しなさいってことになってるんですけど、これじゃ少なすぎるんですよ、数が少なすぎる。でも、この数が少ないということに関して、じゃあ増やしていくためにはどうしたらいいんだって言ったら、その分はもう国が持つにしなきゃダメなんですよ。でもちろん、障害を持たれている方々の働き方として、例えばですけれども、作業所みたいなところもあるわけですけど、でも B 型の作業所って言われるところは最低賃金じゃなくていいんですよ。最低賃金保証されてないから、これ小学生のお小遣いですかというような賃金しかもらえないっていう人たちもいますね。それでどうやって生活するのって話戻ると何かって言ったら、それぞれの特性という部分を理解された上で社会でもちゃんと仕事ができて賃金がもらえるってことは、これ保証していかなきゃダメだってことです。そういった意味で私たちは障害者雇用率を上げていき、国がその分を負担するってことを前に進めていきたい、そう思ってます。で世の中の方々に様々な障害があってということに関して、その感じ知らないことに対しては人間恐怖しか生まれないわけですね。事実上恐怖を感じるっていうのは、それは非常に残念なことっていうか、知らないだけなんですよ。つまり何かって言ったら、同じなんだろう、やっぱり理解を深めるってことが必要なんだろうなってことです。すいません、それが一つで、認知症に関してですね、まあ、本当に認知症を、ご自身の、親御さんが認知症を患ってらっしゃるということなんですけど、ここに対してまだ施設とかに入られてない状態ですか？まだです。なるほど。だとするならば、これは、今どれぐらいの介護度はどれぐらいなんですかね？要介護レベル、いまだ1ではあるんですが、もうそろそろ 2以上に なってもおかしくないなと最近感じているぐらいに、もう症状が、物忘れなどの症状がどんどんひどくなってきています。おそらく今一番求められるとするならば、ヘルパーさんが入ってくれる回数だったり時間だったりとか、そういうものがもうちょっとあった方がいいというような感覚ですか？平日すべてもう来ているんですけどね、来てくれているんですけどね、ヘルパーさんが。その平日のうち週2日はデイサービスに通ってはいるんですが。なるほど。おそらくフルで1日一人っきりになれる時間ってほぼないわけですよね。といってもヘルパーさんが、丸1日ヘルパーさんがついてくれるているわけじゃないので、そうですよね、辛いんですよね。そうですよね。僕自身も仕事がありますから、母とずっとくっついているわけにはいきませんので、そこが困って、そこが悩みどころなんであります。ありがとうございます。まあ、おそらくその決まった時間しか入れないと、で週何日かで決まった時間しか入れないということであるならば、あとはフォローするのは家族になっちゃうってことですね。でそうなってくると、もちろんお仕事という部分があったりとか、あと自分ですね、自分自身の時間というものがなくなってしまうっていうのは、これも行き詰まるしかなくなっていくんですよね、この先気持ちとして。でこう、おそらくコミュニケーションっていうのも難しい時もあるでしょうし、そう考えるとやっぱりそこに手を差し伸べられるというか、やっぱりそこを、助けられるのは行政しかないんですよ。つまり何かって言ったら、やはりこの介護に関わってくれる人たちの人数を増やすしかない。で今やってくださっている方も、これから関わってくださる方も、これ処遇を改善していくってことで、やっぱり底上げをしながらその枠を広げていく、人を増やしていく、でそのサービスを受けられる時間をこれ伸ばしていくっていうことを、やっぱりこれやっていかないと、やっぱりこう世の中には悲惨な事件もありますよね。そういうものを防ぐということも必要だし、やっぱり憲法13条という部分にのっとったやっぱり行政サービスにしていかなきゃいけないってことですね。つまり何かって言ったら、個人として尊重されるってことです。誰かの犠牲になったりとか、家族のためにってことで自分を削りながら人生横に置いてというようなことはあってはいけないと。
個人として尊重されるという憲法13条というのはこちらです。はい、そのまま日本国憲法13条、すべて国民は個人として尊重される、幸福追求権ですね。でもこの国にはもう老老介護だったりとか介護離職だったりとか家族で何とかしろみたいなことが非常に多いわけですね。これだけじゃなくて、例えばですけど子供たちが自分の家族のために時間を費やさなきゃいけないような暮らし方もあると。ありがとうございます。ヤングケアラーですね。はい、家族内に病気をされている方がいたりとか、他にも、おじいちゃんおばあちゃんの世話を見なきゃいけなかったり、子供らしい時代を子供らしく生きられないような状況にある子供たちが多いと。中学生で17人に1人、高校生で24人に1人、これちょっと古いデータかもしれませんけれども、このような状況の中で個人として尊重されるっていう社会はもうないことになってると。家族が犠牲になれみたいなことは、普通になってきてる。こんなおかしいんですよ。だから何しなきゃいけないかって言ったら、今言ったような受けられるサービスっていうものをもっと拡充する以外ない。拡充するために何が必要かって言ったら、処遇の改善、介護職の処遇の改善、そしてそこに人を集めるということをやっていかなきゃいけないと。だって高齢化社会って一番大きな社会問題なんだから、こうしっかり手こ入れしていくってことが必要だと思います。すいません、答え長くなっちゃってありがとうございます。さあ、というわけでもう大丈夫ですか。皆さんご希望される方にはマイク渡りましたか。すいません、完全な答えではなかったと思います。それぞれに十分な答えというわけではなかったと思います。答えを返されても満足されなかったって方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、不十分だった分しっかりとまた深めてですね、皆さんとまたやり取りできるようにということを考えております。というわけで最後にですね、冒頭言った通りに皆さんと一緒に写真を撮ると、ツーショット写真撮っていきますってことをやるんですけれども、その前に最後のエンディングでございます。ぜひあなたのお家にポスターを持って帰っていただけないでしょうか。あなたのお家の壁ぜひ使わせてください。あなたのお家の壁のみならず他のお家の壁でも結構です。ぜひですね、1枚でも多くポスターを貼らせれていただけたらと思います。でもうすでにね、家の近所でじゃなくてな、自分の家のところには付き合いがあって別の政党のポスター貼ってるんだよって方いらっしゃるんですけど、私たち一向に構いません。その横に貼らせてください。あなたがもうすでに貼ってたとしても、私たちのポスターもぜひ貼らせていただきたい。何か言われたら超党派で貼ってるんですって言ってください。よろしくお願いします。ですね、これはロビーの方でお渡しをいたしております。ぜひお持ち帰りいただければ幸いです。で、衆院選の公募でございます。令和新選組から衆議院選挙に出ていただけないでしょうかということでございます。募集をしております。あちらです。相談窓口と書かれたプラカードがありますけれども、冷やかしでも結構です。ぜひちょっと声をかけてほしいんです。いやー、もうそんなね、政治家になるとか思ってなかったから、いやでもね、昔にちょっと考えたことあるかな、そのレベルでも結構です。あなたの中にある政治家というふんわりとした仕事、そのアウトラインをくっきりさせるお手伝いをする、そんな窓口になっておりますので、ぜひですね、お借りの際冷やかしでも結構です。お声掛けをいただければと思います。で、こちらですね、令和新選組のホームページ、バナーをクリックしていただきますと公募に応募できます。で、ふんわりなんだっていう方でも問題ありません。ふんわりなんだという趣旨をこちらの公募に応募する際に、記入していただければ、あ、ふんわりなんだなということで対応させていただきますから、全然問題ございませんので、ぜひお気軽に。で、あなたの町、隣町、お近くで立候補考えられませんか。こちらは、地方自治体、あなたの町、近所の町で立候補するというお話でございます。ぜひですね、先ほどの衆議院選挙と合わせて地方議員、地方自治体議員ということも視野に入れてですね、応募いただければ、公募に応募いただくか、もしくはこちらの相談窓口の方でお声掛けをいただければというふうに思います。で、こちらです。つながっていただきたいんです。直接令和新選組と。テレビ新聞はね、あんま取り上げてくれないんですよね。で、直接つながっていただきたいっていうのは、テレビ新聞から令和新選組っていうキーワードを探すのって結構大変なので、逆に私たちがうごめいているということは直接皆さんにお伝えしたいんです。次また広島来るよとかですね、何かしら皆さんにお伝えしなければならないときには、このような、連絡が行くということを、
しょっちゅう来て困るわって形にはなりません。なのでご安心ください。令和フレンズ、右側に書いてある令和フレンズ、これは、無料でございます。登録だけで OK、 無料です、お金かかりません、登録だけで OK。 そしてこちら令和オーナーズ、その名の通りオーナーになってくださいという趣旨でございます。皆さんの中にすでに令和フレンズ登録いただいている方はどれくらいいらっしゃいますか。ありがとうございます、ご登録いただきましてありがとうございます。ちなみにオーナーですって方いらっしゃいます。わー、オーナーさん、わー、ありがとうございます、助かっております、ありがとうございます。ちなみになんですけれども、どちらでもないよって方どれくらいいらっしゃいます。勇気を持って、こんなにいた、すいません、入り口を正常してください冗談です。あの、せっかくこうやって出会えるきっかけがありましたから、ぜひぜひ無料の方で結構です、登録していただきたい。令和フレンズの方によろしくお願いします。つながってください、ありがとうございます。さあ、というわけで、あ、そうそう、今こう、前の方にですね、ボランティアの方が、令和オーナーズやフレンズ、これ、スマートフォンをかざしていただきましたら、そこから入っていって登録していただくことが可能になります。それはこの会場でもお受けしておりますし、お家に帰られてホームページから、登録することも可能ですので、ぜひですね、よろしくお願いいたします、ありがとうございます。じゃあこの後ツーショット写真を撮っていこうと思うんですけれども、先頭は、あ、ちょっとね見えづらいですけれども、この方向にですね、チカチカと光るペンライト風のものを持ったものがいます。ちょっと柱などで見えない方はごめんなさいね。この、あ、ありがとうございます、はい、あっちですね、あちらの男性、ペンライトを持った男性の前に立っていただいたから、立っていただいた方から順番に、写真を撮っていきたいと思います。で、小さなお子様をお連れの方、障害をお持ちの方で、お体の具合がという方、ぜひ優先的にですね、あの方の横に行っていただければ、並ばなくても、先に撮れるという状況にしていきたいと思います。で、先ほどご案内したポスターで、他にも、令和フレンズなどの登録っていうものをですね、まずやっていただいてから並んでいただいても結構です。時間には少しだけ余裕があります。なので、そのまま写真に並んでいただいても結構ですし、で、ちょっと並ぶんじゃなくて先にポスターゲットしてこようかなってことで、その後並ばれてもまだ間に合います。というわけで、ぜひですね、帰りに写真を撮って帰っていただければ幸いです。よーしゃべった今日も、いやー、すいませんね、喋りすぎ、ありがとうございます。もうあのね、デモってむちゃくちゃですね。あれずっと喋り続けるでしょ。ミサオさんも大変じゃないですか。ちょっと前出てきて、映ったらあかんのかな。そんなことないか、映ってるから。ミサオさん前出てきてくださいよ。首都圏反原発連合からですね、ミサオレッドウルフさんが、もうこの令和のですね、デモということに手続きの部分から関わってくれてます。皆さん拍手のおまけください、ありがとうございます。マイクありますか。皆さんにちょっと、あ、皆さんこんにちは。私、あの、東京でずっと反原発の、活動をしてました、ミサオレッドウルフと申します。今あの令和のこのデモツアーの、企画から関わらせていただいておりまして、ね、ちょっと目立つポジションでコーラーもね、ちょっと補佐をさせていただいてますけども、どっちかというと、あの、下準備の方をメインで、取り組んでおります、令和のデモツアー、まだ9月、ま、やっと半分終わったぐらいですね。だけどまだ10月9月以上やりますので、まあなんか本当代表の無茶ぶりってこれ噂のいやでもね、本当にあの表に出ないスタッフさんたちがもうすごい頑張っておられるので、あのね、見かけたらあのぜひ、彼らにも声援を送っていただければと思います。でも本当全部ね、10月国会だからちょっと間引きがあるかもしれないですけど、とにかく最後まで頑張りますので、皆さんあの応援してください。ありがとうございます。ありがとうございます。ミサオレッドウルフさんでした。本当にありがとうございます。もう一番最初にね、どういうあのルートを警察と、相談するかとかですね、いろいろもう本当に面倒くさいところを全部引き取ってくださいました。ありがとうございます。助かってます。すごいですね、本当にね。でね、気づいちゃったんですよ。
凱旋ってあるじゃないですか、こう箱の中でやるんじゃなくて、駅前とかでやる凱旋で、広島ではあの商店街の中で、パルコの前とかで、まあ、パルコはちょっとあの迷惑なところもあるかもしれないんですけれど、まあ、天下の行動ということでやらせてもらってるんですけれども、広島ではああいうところでやらせてもらいますよね。で、まあ、全国的に凱旋だけで回ってきたんですけど、凱旋は冬場、むっちゃ寒い時はやらないんですよ。どうしてかって言ったら、もうそれどころじゃないから、聞いてる人たちが。で、夏場もそうなんです。むちゃくちゃ暑い時は凱旋をやらないんです。聞いてられないから。だからある意味でもう真夏と真冬はやらないっていうことで別のことをやってきたんですけど、今これでもやってて分かるのは、これは真冬でもやれるなって。凱旋だったら何を喋ってんのかって言って話聞かなきゃダメなんで、ああもう無理とかっていうのがありそうですけど、デモであるならば主張はこの手短に伝えられるわけですね。そう考えるとするならば、結構オールシーズンいけちゃうっていう地獄だなっていうふうに、まあ自分の中でね考えてるんですけど、まあその地獄を今感じたのはスタッフサイドかなって思ったりとかしながら、非常に申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけれども、まあとにかくですね、変えるしかないんですよね、やるしかないんですよね。でね、4年前に旗揚げして8議席になったっていうのは、これ国会の中では悪夢なんですよ。どうしてかって言ったら、もう国会の中で空気読まない、忖度しませんっていうような態度でやってるから、一番迷惑、できれば早く潰したい、そう思われてるんです。そんな人間たちを国会に送り込んだのは誰なんだよっていうね、皆さんなんですよ。皆さんが今国会議員たちに徐々にこの緊張感を持たなきゃいけないなっていう気持ちにさせてるんです。すごいです。だから何が言いたいか、自分の人生の中であまり嬉しくないことだったりとか、テンションが上がらなかったりとかっていうようなことも多分あると思うんです、人間だから。そんな時に思い出してほしいのは、自分はこの現実を変えてってるっていう、あなたが令和を作って、あなたがこの数を増やして国会の中でいろんなことをね、令和にやらしてるっていう首謀者の一人なんですよね。そのことを思い出してください。つまり何か、あなたには力あるってことですよ。その力さらに最大化させて、もっともっとこれ、この国変えていくってことを加速させていきましょう。やってやりましょうよ。面白い社会作りましょう。というわけで本当にありがとうございます。今日も広島で長時間にわたってありがとうございました。ありがとうございました。この後写真を撮ってまいります。写真を撮る場所はあちらの方面、そして並ばれる方もいれば、先にポスターなどをゲットされる方もいても結構でございます。その方もまた写真を撮る場所に戻っていただければ幸いです。ありがとうございます。